78K0S/KA1+78K0S/PCX78K0S ファミリーとは、日本電機が開発したマイクロコントローラである。単一電源のみで動作可能であり、動作クロック範囲は 1MHz〜10MHz である。データシート、プログラミング環境、フラッシュ回路図が無償公開されており、安価に開発、使用が可能である。フラッシュ回路製作に使用する部品も入手が容易である 8MHz 内蔵クロック、480kHz、ウォッチドックタイマが内蔵されており、内蔵クロックのみ使用する場合には、外付け回路として、リセット端子プルアップ抵抗、電源安定用コンデンサのみで動作する。CMOS ロジックであるが、LED ドライブ等の大電流用オープンドレインポートが用意されている。また、静電気対策も施されている。命令は可変調である。1命令に要する実行クロック数は最短2クロック、最長10クロックである。基本的に内蔵機能によりシリーズ分けされており、内蔵メモリサイズにより細分されている。以下にオールフラッシュ製品を列挙する。ありがとうございます。